やっと帰ってこられたわね。あれから何年経ったのだろう。僕らの島は変わらぬ姿でそこにあった。心配するな。お父さん、戦に負けても島があれば、人が生きてさえいれば。あれはソ連だ。先生、あれ。家もこの有様じゃどうにもならん。トーニョ、あの子はソ連将校の娘だ。気をつけろよ。ん、それの貸し手に捕まったらしいの。後を頼む。言っちゃダメだ、お父さん。この島の者は港に集まるって話だ。ここどこだろう。僕、お父さんに会いに行く。兄貴だって、そんなこと望んでないだろ。私、純平君に勇気もらっちゃった。お父さん、よく来た、よく来た。豪華声優陣と日本アニメーション界屈指の実力派スタッフが送る小さな兄弟の絆と生き抜く強さの物語。あんた、日本へ帰ろう。ジョバンニの島。ああ。